旦那さんは？前はいたわ。ユニークな運動家。どうなった？何でもよくデモをしたわ。反核ウーマンリブ、クジラを救え。今はホモとかナチスなんかのためにデモしてるかも。うん、かなりおかしなやつなんだ。本人は本気よ。何かに抗議したことない？あるさ、パブからおっぽり出されたとき。真面目に答えてよ。あなたのような人はどんな考えなの？例えば核兵器論争や軍備拡大競争について。知ったこっちゃねえ。知ったこっちゃない？よくそう言い切れるわね。人類の問題じゃないの。ちゃんと意見を持って主張すべきだわ。あんた結婚は？してたわ。何でも反対やと。何があった？いろいろよ。よくデモに行ったわ。核兵器反対、ウーマンリブ、クジラを救え。多分今頃ゲイを認めろなんてデモをしてるでしょ。うん、どうしようもねえやつだ。すごく真面目な人よ。あなた何か抗議したことないの？バーから叩き出されりゃ抗議するさ。真面目な話よ。あなたのような人は核兵器についてはどっちを支持するの？軍拡競争については？関係ねえ。関係ないって、それじゃ済まないわ。これはみんなの問題よ。みんなが意見を持って声を上げるべきよ。結婚は？一度したわ。反体制派の党首でね。で、どうなった？一緒に抗議運動やったわ。暗核運動、ウーマンリブ、クジラの保護。彼は今頃ゲイ解放運動してるんじゃない？正義感ぶった一元孤児か。まあそんなとこね。あなた何かに抗議したことない？あるよ、酒場から追い出された時。真面目な話よ。あなたのような立場の人はどう思ってるの？例えば核問題とか軍拡競争について。俺には関係ない。関係ないですって？そんなことでいいの？人類の死活問題よ。みんながよく考え声を上げなくちゃ。誰も聞いてねえよ。わかったわ。じゃあもっと身近なこと。そうね、アボリジニが土地を返せという要求をどう思う？ああ、そうだな。アボリジニは土地を持たない。土地と一体だ。母親のようなものさ。あそこにある岩を見てみな。6億年もあそこに立ってるんだ。俺たちが死んでも変わらない。誰のものかって論じるのは、例えば犬についてる2匹のノミが犬は誰のかっていうのと同じさ。ここじゃ誰も聞いてねえ。いいわ。じゃあもっと身近な問題。アボリジニの土地を返せという主張についてはどう思う？アボリジニは土地を所有しねえ。土地は彼らには母親と同じだ。あそこにあるあの岩山、6億年前からあそこにそびえてる。俺たちが死んだ後も変わらない。それが誰のものか争うのは、つまり犬にたかったノミが俺の犬だと争うのと同じでね。誰にも聞こえないぜ。わかったわ。じゃあ身近なところで、アボリジニは彼らの土地返還要求についてはアボリジニは土地を自分のもんにしない。土地は自分を産んだお袋のようなもんだ。あそこにある岩を見てみな。6億年も前からあそこにあるんだ。俺たちが死んだ後も変わらん。あれが誰のもんか揉めるなんて、まるで犬についた飲み同士、犬が誰のもんか喧嘩するようなもんだ。つまり、アボリジニは神の他の創造物と同じでな、土地を歩き回れて平和ならいいんだ。つまり要するに、アボリジニはこの土地を自由に歩き回りたい、その権利を認めてくれと言ってるだけだよ。まあ、ただの
なんていうのか、つまりアボリジニの考えじゃ地上の門はみんな神様が作った。自由に平和に暮らせりゃいいんだ。土地なんても…ああ、キングブラウンだ。毒蛇？ああ、猛毒がある。味は悪くねえが、ガスが出てな。ああ、ここにはあんなのはたくさんいるの？そりゃいることはいる。夜が更けると出てくるんだ。でも俺のそばについたら平気さ。ただのキングブラウンだ。毒蛇？ああ、猛毒だ。肉は結構いけるが、後でガスが出る。ああ、ねえ、他にもまだいるかしら。ああ、ほら夜中になると出てくるよ。でも俺のそばにいりゃ大丈夫だ。あれはキングブラウンだ。毒蛇？噛まれたら死ぬ。味はいけるが、屁が出て困る。あの、ああいうのがまた出てくると思う？いろんなのが出てくる。特に夜はな。だが俺のそばにいりゃ大丈夫。